今日は冷やし中華を作ってもらいました。おはようございます。市場で買ってきた商品、野菜と、これはカリフルで買った、ベーコンと、この麺も市場で買ってめっちゃ美味しい。なんかベトナム人の人が売ってる麺屋さんでめっちゃ美味しい。浜市場ってとこ、リンクはここに貼っときます。浜市場。それでは。